じゃんじゃかじゃーん。はい、絶好調の荒木です。今ね、私は福岡県北九州市門司に来ております。でね、今私の後ろにもうね見えてると思いますが、こちらね、レトロ風な建物は駅になっておりますよ。はい、なんかむちゃくちゃ雰囲気でしょ。でね、あー見ていただくと、はい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 、門司の駅ですね。北九州門司の駅でこう広場になっておりますがね、これから行くとこはね、皆様にご紹介するとこはね、こちら北九州門司にございますね、門司港レトロ。はい、このね、門司港レトロというね観光名所かな、こちらの、これをねこれから皆様にご紹介しようと思っておりますので、はい、お楽しみに。では早速ね、門司港レトロに向かってね歩いていきます。はい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 、なんかめちゃめちゃ感じいいでしょ。あー、駅もね、ちょっともうちょっとね紹介すればよかったですね。むちゃくちゃねこうレトロな感じでね、こんなね駅もものすごくおしゃれなんですよ。では行きますね、進んでいきます。あー、香りがいいな。でこちらね、北九州門司といえばね、焼きカレーが有名なんですよ。だからさっきからねカレーの匂いがね風に乗ってバンバンしておりますけど、ふわーっとね食べようかな。いや、香りがいい。はい、今信号待ちですね。門司港プリンめっちゃうまそう。してみて、ほらほら、ハヤシライスとかもうね、焼きカレー、うわー、ナポリタンもマジうまそう。こちらのねおしゃれなお店でいただけるそうです。はい、では早速ちょっと先にまだ進んでいきますよ。はい、こちらがね門司港レトロになっておりますが、うわ、めっちゃロケーション良くない？ちょっと空はね、今曇り気味なんですけどもね、見てこの開放的な感じ。うわー、すげえ。なんかイベントがあってるみたいですね、こちら門司港では。うわー、国際ターン、ここなんか、あ、ここなんかね、船乗り場かな、船乗り場になってるみたいですね。はい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 、はい、で今ね、あちらほら正面に見えてると橋がありますよね。橋見えます？こちらがね関門海峡ですね。はい、で今日はイベントがあっておりますが、うー、楽しみ。はい、今合流いたしました。イエーイ。今からイベントを見て回ってきますか。門司港レトロ、はい、まあ、せっかくね今ねイベント回ってるので、ね、このねイベントもね紹介していきたいなと思います。はい、はい、ではちょっとね一軒一軒ね見て回っていきたいなと思います。花柄のカードケースとかねあって、あとこちらも感じですね。はいはい、ではねちょっと、でもこうやってほら目の前がこう海だから、これまた開放的でめちゃくちゃ気持ちがいいですね。はいはい、うわー、たくさん出店してるなお店だね。あ、こちらの店なんかも可愛いなって出てくるんだね。焼き物のお店とか、手作りのね、このオリジナルのこのブローチ、ブローチですね、これね、かわいいな。で、なんかこうやってね、定期的にね、こちら門司港レトロではイベントが開催されているそうなんですけどもね、やっぱ楽しいよね、こんだけ出店者があったらですね、いろいろなこうね、お店がございますが、
かわいいな。このような感じでね、この門司港レトロのこの通路左右にね、いろんなこのお店が出店しております、ね、またちょっとね、後でゆっくりちょっと見て回ろうと思いますがね、まあ、こちら門司港レトロにね、来るとき、こう土日でしたらね、こうやってイベントがね、開催されてるときもありますので、ね、そんな日にちょうど当たるとね、楽しいでしょうね。ではちょっと先にまた進んでいきますね。はい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 、この大きな、ね、建物がね、ちょっとこっち側行こうかな、ね、これちゃんと入ってるかな、ちょっとね、やっぱほら時期が時期だけにちょっとマスクしてるもんでですね、わーでいいなねえ、うわー船が、関門海峡でございますね、こちらね、北九州、そして橋を渡った先が山口県になります、はい、でこのね、山口県とこちらね、北九州、要は福岡を結ぶ大きな橋になっております。こちらがね、関門海峡ですね。はい、で先に進んでいきますよ。レトロなこの街並みがなんかいいな。すいませんね、ちょっとあのスマホを手に持ってね、撮影してるもんで、ちょっとカメラのアングルとかがちょっとね、ブレブレになっているかと思いますが、ちょっとそこら辺はご了承ください。はい、うわいいな、またあの建物むちゃくちゃでかいな、これねえ、なんでしょうね、あれね、うわ、こっち柱、あ、こっちもなんか建物があるな、なんかねえ、はい、こちら橋、今からね、橋を渡っていきますね。いいな、あら、なんか向こう側でもなんかね、イベントがね、開催されておりますね。ちょうど渡っていきますよ、橋をね。本当はちょっともうちょっと後ろから撮影したいんですけども、頭のてっぺんがはげておりましてね、いやいやいや、ちょっと見苦しいところをね、お見せするわけにはいけませんので、ご了承ください。そこもね、はい、じゃあ今橋を渡っていきますよ。はい、あー、ちょうどいい風が吹いてて、こう今日はめちゃくちゃ気持ちがいい、ね、はい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 、向こうは向こうで何のイベントだ。いやー、いいな、いいな、いいな。いやー、気持ちがいいな。はい、ぐるぐるとね。手を持ち帰ろうかな、このこっち側に。結構いい感じでしょ、門司港レトロね、雰囲気がほら結構ね、おしゃれにこうレトロな感じにね、港かな、ここは作っておりますがね、でまたね、程よくこう塩の香りなんかしてね、わあすごいんですよ、これが癒されるんですよ。食べ物屋さんもなんかいっぱいあるなね、え、はいはい、うまそう、うまそう、こちらのお店ねえ、はあ、やった、こちらにもほら
焼きカレーがねえいただけるお店がありますよ。ねえお土産開門市場、ね、開門市場で。フグのカレーとかね、うわ、クジラ、金賞コロッケで、ね、金賞コロッケが入ったカレーなんかもあります。ね、この昔懐かしいといえばね、ほらこちらね、昭和の定番、オムライスとかね、ナポリタンなどもね、いただけるお店でございます。はい。いやいやいや、感じがいいな。よいしょよいしょ。うわぐるーっとね、はいはいはい、ねえ、すーん、ほんとこう開放的なロケーションでしょこちらね。あーで、さっきほら遠くから指をさしていたこの建物ですね。ねえ、ありますね。はい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 、ぐるーっと。あら、このまたレンガ造りのこちらの建物は何かな。これはなんか曲がりてみようかな。何かな。なんかね、この入館はね、なんか無料になってるみたいですけども、税関、北九州市の旧文字のこの税関、うん、昔はこちらがね、北九州市のね税関だったみたいですね。でもなんかこう味があるな、これ。おわ、いい音が鳴ってる、これ。ねえ。おわ。向こうにもなんかレトロ風な、なんかすごいおしゃれな建物がなんか見えてます。おわ、中華料理屋さんか。大殿アカシア。へえ。おわ。見て見て、ほら。ねえ。見えます？だね。こんな感じのね。はい、レトロな建物になっておりますが、ね、こちら門司港に来た際はこちらもね、ちょっと足を運ばれるとまた楽しい気分になれるかもしれません。はい、ではさ先に進んでいきますね。うわ、こっちでもまたイベントが行ってるね。はいはいはい、ちょっとね、ぶらりぶらりとこう歩いておりますが、うわ、すごいな、今日はなんか、門司港の向こう側でもなんかイベントがね、開催されておりましたが、こちらの方でも、うわ、こっちの方が店の出店数が多いかも。めちゃくちゃ多いな、ほら。で、こちらだけじゃないんですよね。ぐるーっと回りますよ。入ってください。こちらの方でもね、たくさんの出店されてるお店がございます。はい。わ、多いな。すげえな。わ、向こう側にもね、出店されてるお店があります。わ、今日は、ぎゅうぎゅう詰めじゃないの。こら、楽しいな。なんかね、コロナウイルスもね、だいぶ緩和されているか、まあね、感染者の方もね、まだまだいらっしゃると思いますがね、まあ日本のね、経済も回していかないといけないということでね、ちょっとまあ、コロナウイルスのね、この感染緩和をね、まあして、まあお客さんの数もだいぶこう増えておりますが、いや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 、でもすごいな。どんな店が、こちらにももう出店が、だからもうこちら門司港レトロをぐらーっとこう一周お店がたくさんでいろんなお店が出店しておりまして、
いや、これはね、にぎやかで楽しいよ、マジで。はい。こちらでほら、ね。今ほら、流行りの、ねえ、いろんなこのお店がね、ほら、独自のお店が出店しておりますが、ローストビーフ、山形牛バーガーとかね、これまたうまそうやな。ねえ。火のかっこやつとこれまたうまそうやな。すごいすごいすごい、こちらもね、バーベキューのお店なんか。はいはいはい。わ、こちらステージもあるので、なんかね、あとでなんかイベントがあるそうですね、こちらステージでもですね。ああ私が出ようかな。ああいやー、すごいな、楽しいな、楽しいな、いやー、すごいな、出店の数。いやね、門司港レトロ、すっごい盛り上がっております。いや、この盛り上がり方すげえな。なんかね、気持ちがワクワクしますね。いやー、すごいすごい。はい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 、いかがでした、見ていただけましたでしょうか。こちらね、門司港レトロのこの盛り上がり、まあ、こういった感じのところですよっていうのね、今全体的にこう歩いてきましたけども、分かりましたかね。はい、いやー、よかったな。ね、ぐるーっと文字通れと、はいはいはい、こんな感じでね、たくさんの出店の数、まあ、こういったイベントはね、まあ、土日並み開催されてると思いますけども、いやー、辛いな、辛楽しいな。はい、今ずっとぶらーっとね歩いてきました。よし、ああ、見てもらえたかな。ちょっとね、素早くパッパッパッパ歩いてね、見て回りましたけども。いやー、よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。ぐるーっとね。ぐるーっと。はーい。ああ。いやー、でもほんとね、今日むっちゃくちゃね、いい風が吹いております。気持ちがいい、涼しくて、うん、わあ、なんかだんだんお腹空いてきたので、なんか後で食べようかな。ねえ、なんか美味しそうな店もたくさん知っておりましたが、っていうかよ、やっぱこの北九州、こっち町に来れば焼きカレーでしょう。ねえ、ちょっとね、後から焼きカレーいただきたいと思います。楽しみやな。もうね、さっきからずっとこのね、カレーのいい香りがプン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 しておりましてね、いや、これは食べとかないかんでしょう。ねえ。いや、いいな。はい、今ぐるーっとね、こちら門司港のレトロをね、回ってきましたが、いや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 、すごいよかったな。よし。よいしょ。ね、そうだね、よし、はい、ぐるっと回りますよ、ね、こちら海側、ね、はい、先ほどね、紹介したのはね、関門海峡もね、見えてると思いますが、いや、結構歩いたな。歩いたな。いや、最初はね、向こう側だけのね、お店の出店と思いましたが、いや、ぐるーっとこの橋を渡ってこう渡ると、ね、こちらの方はさらに出店数があるというね、向こう側か。はい。いやー、いや、
歩いたな。いやでもね、風が涼しくてから気持ちがいいので、うん、いや北九州門司港、昔ねちょろっとこうねこちらに立ち寄ってからこう見たことあるんですけども、まあ、今回ねちょっとがっつりちょっと見て回ろうかなと思いまして、結構ね福岡でもこの北九州門司港ってのは有名なんですよね、観光名所としてもですね。はい、なのでまあ一度も来たことないよという方ではね知っていただきたい場所だなと思いまして、今回ねこちら門司港レトロを紹介させていただきました。はい、いやあ、よっしゃ、ちょっと腰掛けて、いやいやいや、よかったな。はい、じゃあ今回ねこちら北九州門司にありますね観光名所の一つ門司港レトロ、ブラッとちょっと歩いてね皆様にご紹介させていただきました。でもたまたま今日はね土曜日ということでね、なんかねこちら門司港レトロでたくさんのお店が出店されたこうイベントがね開催されておりました。ちょっと何のイベントかなかはちょっとわからないんですけどもね、まあこれから今後もね多分こういう土日になるとねいろんなイベントが開催されるのではないのかなと思います。はい、ということで、はい、今回はねこちら北九州門司にあります門司港レトロのご紹介をさせていただきました。いかがでしたか。パーッと紹介したんでね、ちょっとカメラのアングル悪いよ、ちょっともうちょっとゆっくり映像見せてくれよって思われた方たくさんいらっしゃると思いますが、すいません、チャカ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 歩いてですね。でもまあね、まあこの画像を通してね、まあ、少しでも知っていただければと思いました。はい、ということでね今回はこちら門司港レトロより絶好調のアラッキーからでした。では皆さんまたねー。